はい、大橋ピアノの方が工房の方に入ってきました。卸屋さんの倉庫でね、撮影した時は埃がだいぶかかってたのでしたけども、埃はね、綺麗に除かれてますのでね、非常に思ってた以上に綺麗かなという感じですね。木目もね、綺麗ですね。はい、こんな感じになっておりますね。チューニングピンとかも綺麗に磨かれておりますけど、もう少しねきっちりと磨いていきたいな、弦とかもね磨いていきたいなとは思っておりますね。はい、工房に入ってきたての状態はこういう状態になっておりますね。